今いろんなあの若い世代の方にも二京を見ていただいているのでなんかその例えば学校とかでいじめられてたりとかあ<ー>人生になんかもう煮詰まっちゃってるというかこのっていうあまあでもわかるっすけどなんか、はい、そうなんか俺もそういうのが不安で東京に出てたしやっぱその今いる世界が全てじゃないですよね。 かといってその次行ってもそこが全てじゃないし結構しかもまあ時間もあるからこう常にこう、ま、全ては流れてるしだからまあ今だるくてもそマジで今だけだしなんかそのむしろそこからこうどうしていくかのゲームなんでなんかまあそのだるい状況にいればいるほどめっちゃ楽しいことこっからいっぱいあるしみたいな,なんつうかそのまあ要は自殺とかはダサいって話ですよねきっとその落ち込んでも 自分でそうそうそうなんかそういう話でしたっけいやまさ、あ、にそうですね <laughs> なんかそういう方に何かまあメッセージはいメッセージだったりなんか全まあうそこだ世界はそこだけじゃないよっていうか広いんでもっと好きなようにやってもいいんじゃないかって思います楽,な楽に。